ステージ最後のステージですので皆さん目に焼き付けていってください。本当にラストのステージですね。楽しんでいってください、それではまず1曲目です。ティープリーの盛り上がれる曲、ミュージックスタート。Bye.
ライト、ペンライトを持ってくださっている方、ありがとうございます。すごい綺麗です。ありがとうございます。綺麗ですね。あやのも見えてるか。あ、そう、あやちゃんのこれ、こっちの方がわかる。私たち歌い続けてきました土浦市のイメージソングです。こちらはですね、土浦駅、神立駅、荒川沖駅の3駅の電車の発車メドにもなっています。よかったら常磐線乗る際は聴いてみてください。聴いてください。風の贈り物です。Thank you.
続いての曲は、はい、あ、なになに、なに、続いての曲はですね、はい、私たちこのお祭りのステージなどでは初めてかもしれないですね、はい、はい、でも私たちの持ち歌、はい、知ってる人は知ってるよ知ってるよでもすごい恥ずかしい、どうしよう、大丈夫、そしてあるものを使うんだよね、それも挟んでるね、はい、私たち初めてマイクスタンドというもの、そうですね今までこの3年間に活動してきて有線のマイクを使って絡まったことはあるけども、このスタンドマイクを使ったことはなくて、うん、初めてだよね、初めてですね、なんかとても緊張する気がね、初めてのスタンドマイクってどうなんでしょう、でみんな、みんなどうでき、みんなどうでき、みんなアイオンチュー、まさか歌っちゃう、まさかの、まさかのアイオンチュー、え、待ち歌だった、あ、そうです、あ、なるほどなるほど、じゃあ、はい、タイミングは何ですか、はい、次歌う曲は、これお祭りとかでは初めて歌った、あ、そっか、同じ、ごめんなさい、同じ曲行った、初めてね、私たちのアルバムにも収録されている曲で、皆さん結構なんか好評でめっちゃ嬉しいんですけど、はい、はい、はい、みんなソロで歌うかな、緊張しますね、そうですね、はい、もう夜だし、なんかなんかでも雰囲気すごいいい感じですね、ぴったしですね、はい、はい、それでは行きたいと思います、聴いてください、今さら、
泣いてる人は誰かな。あれ誰かな。あれあれ、せーの、じゃあ行くぞ。はい、それでは聞いてください。せいせい。言わなかった。
今日の私たちの衣装も、あ、これ最初で最後です今日。ちょっと目に優しくないかもしれない。そうです、キラキラミラーボール。あ、この衣装今までミラーボールって言われてたよね。ミラーボール、はい、これ、これなんです、新ミラーボール。新ミラーボール、つまりはトータルでもミラーボール、はい、結構熱い、熱い、熱いこれ。はい、ではトークの入れたところで最後の曲、その曲は光です。私とあゆが作詞した作詞させていただいた曲になります。そうですね、ティープリデイの皆さんにはもうご存知の曲ですよね。あの、ティープリの応援歌、はい、勇気が出る曲だと思ってます。そうですね、自画自賛か。歌詞すごい考えて書いたのでね、はい、すごい歌詞も聴きながら曲を楽しんでもらえると嬉しいです。はい、それは聴いてください。光、「さようなら」
やったー、そうですよね、やるなー水、はい、どうぞ、いってらっしゃい。あの一つ言うとですね、先ほど歌いました光はその時のメンバーの名前が入ってるので、歌詞を持っている方は見てみてください。これ言うのは2回目ね、なんか暗号のように、ね、そう、あのそう、こう飛んでるんだけど、あやだけ多分そうね、私が入ってるそうですね、 OK、え、それはもうめちゃくりでしょ、めちゃくりでしょ、あの曲やっちゃいましょうか、あ、盛り上がる曲、めちゃくりみたいになっちゃった。え、だって分かってるもんね、で、盛り上がる曲イコールめちゃくり、何のことみたいな感じ、はい、行きます。Thank you.
終われたので、はい、よかったと思います、自分の中では、はい、では最後の締めいきます。以上、チュのメッセンジャーアイドル TPRINCESS でした。ありがとうございました。改めてディープリンセスをステージ上に呼びたいと思います。そして先ほど申しましたトラニキララの作詞作曲を務めました我々土浦商工会議所青年部メンバーでもあります辻玄斗君と一緒にトラニキララのアコースティックバージョンをお届けしたいと思います。それではディープリンセスと辻玄斗君お願いします。思いがあるからこそですねメンバーが非常にですね共感を受けて確か涙のライブだったっていうことを覚えております。そのライブのですね、DVD もそこで販売をしております。ぜひですねもし名残惜しいなと思ったらですねまだ売っておりますんでぜひ帰りに買ってってください。玄斗君どうでしょうか。準備は、よろしいですか。ではお願いをして私は去ります。はい、ありがとうございます。ゲット頼むぜ。ゲットさん頼んませ。ゲットさんありがとうございます。結婚式じゃないから座ってください。失礼します。失礼します。本当に3年間お疲れ様でした。お疲れ様。今日ステージ改めて見ていてやっぱり、ね、やばいなこれな。ゲントさん泣かないでよ。俺がねいろいろあったなと思って一生懸命練習して、ね、よくここまで来ました。本当にお疲れ様でした。で、その最初にここ3年前にここで、この曲から全てが多分始まったんだと思います。その空にキララをみんなで、歌いたいと思います。いけるか。聞いてください。さらにキララ。
加入し、土浦の PR のために尽力されました。実の姉であるアヤとの掛け合いには抜群で、ファンからも絶賛され、ティープリンセスの名物となりました。ここにティープリンセス全会場の賞を平成27年8月から土浦商工会議所青年部会長をいただきます。おめでとう！ Congratulations！
まして水木お願いいたします。卒業証書、水木殿、あなたは平成26年7月に土浦メッセンジャーアイドル T プリンセス3期生として加入し、土浦の PR のために尽力されました。メンバー内では末っ子の駒的な立場で慕われ、ステージでは普段とは全然違うパフォーマンスを発揮し、そのギャップにファンはメロメロでした。ここに T プリンセスの全活動を終了したことを称します。平成27年マイクは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、なんかティープリンセスっていつもサプライズつきものですよね。なんかいいアクシデントだ。あ、そう、サプライズさ、アクシデントがつきものこれも思い出だね。そうだね、思い出だ、思い出だね。じゃあスクリーンはこのままでいいですか？それではよろしいですか、ティープリンセスの皆さん。最後の最後の曲ですよ。ティープリ最高か？最高！ティープリ最高か？イエーイ！大事なことなのでもう一度。ティープリ最高か？イエーイ！ありがとうございます。じゃあ最後よろしく。空にキララ聴いてください。Thank you.
卒業セレモニーを終了いたします。皆さん今までありがとうございました。